36歳会社員女です。高度不妊治療の末に子を授かることができ、年配の女性に業務を引き継いでいるんですが、産休期したら何の仕事をするのを係長は二人もいらないよね、と思いました。 あなたの居場所はもうないと言われたようで悲しかったです。えー、私はこれからどんな風に振る舞えばいいでしょうかアドバイスをいただくけ,けど幸いです。多分、年配の女性が嫉妬してるんだと思うんですよね。その、まあ、あの、子供もできて、で、その、まあ、いやあの子供が作れなくて、こう、キャリアのために頑張ってきたみたいな人だと、自分は子供が作れなかったのにあなただけひどいみたいな。で、その後もなんかあの、自分はそのなんか職場普通に持てるなんてムカつくみたいなのがあって、多分その嫉妬っていうのが言葉で出てきたんだと思うんですけど、ほっといてください。 あの、嫌な奴は世の中います。ただ別にあの職場に戻るの何度も問題なく戻れるし、実際戻ったとしても、要はその、嫉妬でそういうのを口に出しちゃうような人って、基本職場で嫌われてると思うので、あの、別にその人がこう、いくら悪口言っても、ああ、こういう人いるよね、めんどくさいよねって言うので、そういう人は嫌われたままなので、腕を振って職場に戻ってください。 いや、あの、職場戻れなかった場合、労働基準監督署に行くと、それでボーナスもらえるので、職場に戻れるっていうのは、あの、権利なので、もし戻れないと、はい、戻れませんでしたね。じゃあ、その分、罰金払ってくださいっていうのを、労働基準監督署がやってくれるので。なので、あの、自分から、こう、職場に戻らないっていう選択をすると、ボーナスがもらえない分、損だと思います。こんばんは、奨学金を借りて白紙家庭に通ってる者です。 奨学金の返済免除内定をいただいていて、最近は半額は返済免除となるのですが、裏を返せば半額は返済の可能性があるので、借りた額の半分は残すために、バイトをしながら生活をしています。バイトを必要最低限の範囲でして、研究も順調にするんですが、周りからはバイトを辞めて研究に集中しろと言われます。やはり研究一本で集中するべきでしょうか。ちなみに奨学金分を除いた貯金は150万ほどあります。今すぐ返すわけじゃないので、バイトしないでお金貯め続けるだけでいいと思いますよ。 要は、あの、まあ、研究の成果で、それなりの、その中、あの、研究が認められて、じゃあ、その、なんか、いい大学に入れされました。で、そこで、じゃあ、あの、ポスドクの、あの、ポジションが得られましたってなると、今度、給料をもらって研究できるようになるんですよね。 でもその研究の成果がきちんとしてなかったせいで、要はあの大学院の後にどっか大学借りたいって言っても、お前いらねえよって言われちゃうと、その奨学金丸々返さなきゃいけないし、全然違う仕事しなきゃいけなくなる可能性もあるんですよね。なので研究で生きていこうと決めるのであれば、研究の成果を出してきちんとした論文を出して、大学の職にありつくっていう方向に本気を出した方がいいと思います。借金の額が増えると心配になるというのは人間の気持ちとしてはわかるんですけど、そもそもの研究をするためにそのお金をもらって、研究ができる状況の 時間っていうのを買ったわけじゃないですか。まあ、収支だったら2年間っていうのを買ったんですよね。お金は後払いっていう形で、せっかく買った時間っていうのはそこの研究にきちんと費やすべきで、せっかく買った時間でアルバイトするとか、マジなんか時間もったいねえっていう気がしますけどもはい。